はい、どうもお茶です。昨日はね、ほんと申し訳ございませんでした。今日はね、ちゃんとやろうと思いますんでね、ぜひ見ててください。はい、じゃあ今日はね、約束通り回を使います。で、まあ昨日のようなしで、今日と明日回使って明後日死んですね。どっかでね、犬も挟みたいと思うんですけどね、まあ いつかねちょっと、なんだろう、会心イノでね、ローテーションしていこうかなと考えております。だけど長くなるんだよな、前も言ったけど。さあ、相手エルフェルト、めっちゃ対戦しましたね。もう1000戦近くやってますよ。まあ、でももう3ヶ月ぐらいやってたらあれなのかな、普通なのかなね。俺この前プレマとかやった回数見たんですけど、まだ500回ぐらいしかやってないですよね。全然やり込んでないなと思いました。はい、ちょっとバイトの方がね、忙しくてね、あんまりやり込めないってのあるんですよね。毎日やってるんですよ。毎日4時間ですけど、毎日行ってるんですよ。でも無駄話してるうちにあれだな。やっぱね、格ゲーは集中しないとダメだね、これ。おっと、デッドアングルここで使ってくるのか。あ、ジャンピーが、ジャンプキャンセルが出ない。これね、女キャラダウン取れない、めんどくさいところね、俺が嫌いなところ。なんかラグいな、なんかすげえ待つなこの人。もうな、もうジャンプキャンセルできないんだって。なんかラグい、 4F と 2F 行ったり来たりしてんのか。あんま前パン対空じゃなくて、やべ、いっ、バースト使ってくる。うぃー、これ美味しい。バースト使わせて勝ったっていうのはすごい美味しいことです。これはいいんじゃないですか。これはなんか久しぶりに勝ち動画上げるような気がするな。あ、でもそっか、シンでこの前ストレート勝ちしたの上げたか。なんかでも海外とあんま勝ってるイメージないんだよな、気のせいかな。はい、これジャンプキャンセル、やっとできた。はい、受け身狩りの投げ、ごめんなさい、ラストに甘える。まあ見えない方が悪いですからね。最近僕はダストガードできるようになってきました。はっはっは。え、空中に、空中ハンデだと思ったら違ったわ。あー、もう嘘、ガードすると思ったんだって。まあこれバーサスか、もう勝とう、勝ちに行こう。ここ削れろ、削れろ、よし、削れた。いいですね、なかなか順調な滑り出しだけど、まあ結構操作ミスとかね、そこら辺多いんで落ち着きましょう。とにかくやっぱ格ゲーは落ち着くことは大事ですね。うん、落ち着いて画面を見る、これに尽きる。うん、ちょっと直画しないとコパンで割れないか。はい、今のはまあ前パン対空しようと思ったら、なんだっけ、普通にタッチピー対空になっちゃったっていう、まあ、これも落ち着いたからこそできるゲートです。直画ミス、もうラグインだもんだって。おっ、止めれたね、止めれるんだね。よし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 、ヤマトスタンキャン強え。ごめん、背番に甘える。この前会の初心者の方にね、ボイスチャットしながら教えるって機会があって、その時にね、あんまり会は背番とかダスト使わなくても勝てるキャラだと思ってますとかね、抜かしたんですけど、まあ、これ見る限りね、俺そういうこと言っていい資格はないかなっていう。言うとり、そんなダストには、ダストかセーバー使ってない方だと思うんですけどね。あ、やべ、まあ、使うときはたまにはありますけど、そりゃ。よし、いや俺反応してくると思ったんですよ。で JS 置くっていう感じですね。この人よく画面見てるんで、俺がね、なんかジャンプしようとしたら逆に空対空合わせて対空してくるような方だなっていう。あ、やべ、よし、いやでもバーストとかすぐ入ってくれるのありがたいな。あんまりね、バーストとか持たれるとプレッシャーがあるんでね。あ、やべ、おっと、読まれてた。あー、くそ、コパンで暴れたんだけどな。いや、直画ミスが多い。こうデッドアングルで切り返していこうか。ごめんなさいのセバー。まあでもこういうとこ見るとやっぱ甘えてるな、結構。うん、
多分10ターンぐらい使ってくるんで、ほら分かったのに、なんで、あ、投げられると思ったけど5パンで暴れたんですけど、ちょっと遅かったですね。5パンで暴れるよりジャンプした方がいいのかもね、投げられそうな時。あれ待って、ちょ、落ち着こう。マイピーでね。はい、この暴れはゴミみたいな暴れですね。ちょっと今の落ち着いてなかった。いやーよし、ギルティはこっからも逆転があるゲームなんですよ。わかりますか、俺はこっから逆転してみせる。投げできなかった。バースト使ってきそう。うわ、死んだなこれは。けどまあ割とね、あんなね、あの相手体力満タン、こっちほぼ瀕死な状態から、まあ、頑張った方だと思いますね。まあ、でもやっぱギルティはね、本当にゲームスピードが速いから関係あるか分かんないけどまあでもあの逆転は本当に多いゲームだと思いますね。はい、油断できないです、このゲームは。あ、それ結構強いんだよね JD。ここ暴れるチャンス、はい、直画で暴れます。なんか最近気づいたんですけど、直画すれば大抵の攻撃暴れで割れるなっていう、最近気づきましたね。投げできなかった。直画で暴れる、あー、くそ、いやできなかった。もう直画ミス多い。あー直画できない、あー直画できないの暴れちゃった。くっそ、片目がきつすぎる。よし、もうごめんなさいのセバ、おっと甘えたセバをガードしてくる、ちゃんといいと思います。よし、あれ前パンでも止めれるんだ、割とあれ止めれるんだな多分ね。あれセバ警戒してくるかなと思ったんだけど、ダメだ、もう投げが全然通らない今日。やばい、死んだ、まだ死なない、やばい、あ、やばい、あ、もう待って、ありえない、危ねえ、今の危なかった。じゃあなんかちょっと今日さ、操作がおぼつかない、なんだろう、ちょっとね落ち着いてない、焦ってる、なんか何かに焦ってる、俺は何に焦ってるんだ。やばい、うわ、これ美味しいんで、しっかり焦らずにコンボ決めていく。あれバックステが前ダッシュに化けた。ここ暴れるチャンス、はい、ちゃんと直側しましょうねっていうことです。皆さん投げれない、投げれない、これ死んだな、死んでない、ごめん、もうデッタングル使う。おっと、あーごめん、脊髄バーストしちゃった、これ良くない、あ、やばい、もうちょっと待って、最終弾だけ、え、あ、今パインに当たって爆発みたいな感じか。あーやばいな、結構激戦になったけど、まあでも18弾相手に激戦だからね、うん、一応ダイン上がるあれとしてはいい。あ、そう、あとね、あ、でも待って、喋るのやめよう、集中するわ。